激坂塾。はい。すごいね、最近見てくれてるんで、そうありがたいことに。あのガチャの次に見られるというか、なんなら FP のガチャレビューより見てくれてる。なんか見られるのあるからね。助かる。っていう感じで、まあ、今回も悩みを解決していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ということで、じゃあまずメッセージから読んでいきたいと思います。はい、こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しております。はい、自分は eFootball 2023からオンライン対戦を始めたのですが、ディビ2とディビ3の行ったり来たりでディビ1に上がれたことがなく、今回応募させていただきました。はいはい。攻撃では相手の陣地が整っている時、なかなか崩せず点が取れなかったり、はあ、ゴールキックやスローインでの最終ラインからビルドアップするのが下手で、そこから奪われて失点したりするのが悩みで、守備ではセンターバックにカーソルを当てることが多く、足元へのパスをカットしようとして裏を取られたり、ラインが崩れたりするのが悩みです、うん、フォーメーションは 4-4-2 の2オムフでショートカウンター、メッシにカウンターターゲット、サイドバックにディフェンシブを入れています。はい。失点が多く安定して勝つことができません。アドバイスのほどよろしくお願いいたします。はいはい、っていう感じですね。まあよくね、やっぱこのぐらいのディビジョンとかよく悩む悩みが多かった気がするわ。まあ、点が取れなかったり、まあ攻守両方っぽいんで。そうだね。試合見てって気になったところじゃ、ね、見ていきましょうか。試合見ていきましょう。続いて。で、まあメッシにカウンターターゲットが入っているっていうことなんで、まあスカットとかはね、大体これ応募してくる人、なんか見たら上手なんですよ。うん、ちゃんと、うん、ちゃんと全然強いっていう。ちゃんと控えのその。うん、交代のとこ考えちゃんと組めてるから、うん、好きな選手全部詰めてるとかじゃないから。あれもちょっとネイマールは右で使ってんだ、右オフだった、なんかあるんだろう、何かが。左誰だった今、エンクンク、エンクンクか。だからまあ今回、でも今回ネイマールも持ってる。そう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 、まあなんか意図があるのかもしれないですね、もしかしたら。でもやっぱここ悩みどころですよね、絶対ディビニティ3、まあ、やっぱディビニティ行くのきついっすもん、条件。まあ言うて7勝1分けだからね、22でしょ勝ち点。いやマジ結構きついっすよね。ああ、右ネイマーね。なるほど。まあ、逆足も上手いしな。うん。ああ、かわいそう。あれもちょっと守備今の、ちょっと戻るよ今の。ちょっと、確かにライン崩れてましたね。ああ、なるほどね、これね。まあね、これはね、なんだろう。前半3分にするプレーじゃない。ああ、なるほど。相手が、スルーパスピョーンってやってくる可能性もあるから、うん、多分このプレーって後半やるプレーだと思う。俺多分後半だったらこれやると思う。相手がここで罰で足元つけてくるか、うん、スルーパス蹴ってくるかって判断がある程度できたところからじゃないと、さすがになんかギャンブル的すぎるというか、ちょっとまだ相手の特徴つかめてないですもんね。そう、なんか適当にスルーパス出してくる可能性あるじゃん、ね、正直、うん、そうするとひっくり返されちゃうからここだから、こんな大博打はしなくていいかなっていう。最初はね、最初のプレーは。なるほど。でこれ一回やられたらもう、あ、スルーパス出してくる人なんだ、足元つけてこないんだなっていうのが一応分かるじゃん。最初のプレーでこんな無理しなくていいのかなっていうのは今確かに。でもなんかディビニディビさんぐらいの人の特徴って、俺なんかリトリートし続けてていいようにやられてだったから、今ちょっとあんまりない、チャレンジング、そうチャレンジをしてひっくり返せてるパターンだったから。なるほど、ね、なんかあんまり応募してくる人の中ではあんま見ない。いいね、初めてのパターン。初めてパターン、あの自分からこう前に動かして狙いに行く守備をするっていうのは、うんうん、なんか伸びしろがあるというか。うん、確かにあれ直せれば。ね、あれが直れば全然、あの守備はもうベースであの考えがあるってことだから、うん、先場に当てて前で取りたいっていう。しかもチャレンジしたのミスだったらね。そう、大体なんかこのディビニディビさんぐらいで。あれこれもそうだ。これもそうだ。これもチャレンジしてるね。戻ります、これも。ここも足元読みをしたんだよ、多分一発で。そういうことか。だってめっちゃコース綺麗に入れてるもん。あ、本当だ。バツパスだったら、これバツパスだったら絶対取れてる、ね、100点マッチやっぱり取れてるから。だからこのなんか状況判断というか、この前半だけでも2回同じプレーやられたじゃん。ちょっと決めつけちゃってる感があるのか。そう、なんか守備はあんま決めつけじゃない方がいいかなって。攻撃ってある程度決めつけてもいいのかって気はするんだけど、うんうんうん、なるほどね。相手のことを見てやらなくても、まあできた方がいいんだけど、もちろん。あ、でもこれだとちょっと俺もむずいなって思ったのは、取られてここ誰でプレスでいけばいいと思います。逆にここはもう持たせるしかなくない。あ、もうちょっと行かないで、行かない方がいいのかなっていう。じゃあもうカーソルはレディガーでいいけど下げる、下げた方がいいと思う。もう足元につけられちゃうとしょうがないかなっていう。もうここでミスって取られたから、まあ、もう一発で決定機作られる状況にさせないは、まあ、させない。もうここはミスっちゃったっていうのをとりあえず考えて、ちょっとでも遅らせる方向でいいのかなっていう。多分これこの後もあると思うんだよね、この感じっぽいっすね、この試合中に、もう
で、なんかあのプレスバックしかしない人よりこの人の方が上のディビ行った時の伸びしろは高いと思う。お、いいね。あの守備の考え方があるから、もうまずね、そう、前に出て狙うっていう考え方があるから、それで奪える時もあるわけ、ね、あ、そうそうそう、言っちゃえば、なんか今はそれをなんかやりすぎちゃってるから、うん、なんかあえてうまく一発するパス通されてがあるけど、さあどうするか、ここからどうするんだろう。おー、ファールだ。何するんだろう、俺この辺のフリーキックマジ何もやることないからさ。オフは、おー、うまいな、これ。おもろい、うまいわ、それは。素晴らしい、これはうまい。やっぱこういう攻撃うまいんすよね、やっぱ持って、持ってんだよな、絶対。うん、あ、今カーソルあれだったね。あ、なんか気になりました。いや、なんか外にめっちゃ振られちゃったなって思って、カーソル。この次のプレーの時にさ、はいはい、ここで変えたじゃん、外に。ああ、あれが、あ、これが、ああ、この手をに変えてるやつってことですか。この一個前だ、だからここからさ、手をに変わるじゃん、カーソル。はいはいはい。しかも、自分で変えてますね、これ。そう、自分で変えてるから。出してますね、R3 スティック。あ、そうそうそう、だからそこを外に変えるっていうのは多分優先順位として消した方がいいのかなっていう。これもだってムバッペのとこだけ切ればいいってことですよ。あ、そう、もうムバッペの横パスだけ切ればいいと思う、とりあえずは。こうなってでもうバペのとこだけ切ればいい。あ、そうそうそう、そっちを最優先、もうそこのボールを取りに行くっていうのは、あ、なるほどね、かなっていう。なんか外に当たっちゃったからか、うん、自分で変えてたんだ。自分で変えたから、多分あそこも取り行かなきゃって判断していってるから、あの感じだと。ああいうのはなんかちょっと先のプレーを想像して横パスだけをとりあえず切ればいいのかなっていう気はするかな。あ、まあ多分イメージ的にはダイレで蹴ってよだと思うんだよ、多分。あ、そうなのかな、イメージ的には。違うかな、ダイレっていうか、もうちょい早く蹴ってよみたいな。まあもうちょい早く蹴ってよはありますね。そんなもたつかないでよみたいなと思うんだけど、うん、やっぱもたつくゲームなんで。このゲームはもたつきます。そう、なんかこの狙われ方してるときに千葉の重たい系、特にコナテなんかめっちゃトロいから、うん、コナテで俺ちょっとターンできないの。そう、コナテでするプレーではなかったのかなっていう気はする。まあでもこれはやっぱもう完全にでもこっちから来てるんで。そうだね、逆に振ってもよかった気がしますけどね。これはなんか外向く必要なかったのはあるよね。ちょっとリスクは高いっすよね。まあ、あとね、この激坂塾永遠のテーマ、俺横パスワンシュー見たいよ、そろそろ。出た、そろそろ見たいよ俺は。そうだったわ、あのビジョンが見たい。いまだに一本持ってる人いねえわ、あのシチュエーションが見たい。今ちゃう、だあそこ狙えるんだよこの人。そうか、今のはそうね、今俺自分に通ずるものを感じたもん。あのアグレッシブにチャレンジしちゃう感じ。これはでも確かに出してるからこそ取れてるやつだからね。これは前に行って狙えるっていう感覚があるからいけるわけだから、これは絶対いいところだと思う。いいインターセプト、いいところだと思う、これは。確かにこれいいな、だこれの使いどころを考えるんだと思う、と。めっちゃ好きだもんこの守備俺。逆にこれ前半最初に使うのがリスクあるってことですもんね。あ、そう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 、めっちゃ好きこの取り方。いや、いいね、狙いつけてあそこ行ったから、うん、ちゃんと狙い通りの。あ、そうそうそう、ですもんね。なんか取れちゃったじゃないんだよね、うん、分かる分かる、取ってるよね自分で、ね、ちゃんと自分で奪ってる。まあまあまあ、いやこれね、あのだって失点がね、失点はね、ゴールキックのやつだけですからね。あ、でもこのぐらいのディビジョンってやっぱあれは多い気がするわ、ああいうミス。まあなんか逆に俺らもああいう得点で決めちゃうときありますよね。ある、このディビジョン相手の人だ、あって声が出るやつね、こっちが思わず、うん、そう、あ、取れちゃったみたいな、あるあるある。こっちが何も仕掛けてないのに勝手にミスってくれちゃうみたいなやつだよ ね。あ、横パス取りに行くんじゃないか、あ、やると思った。絶対狙いに行くと思った、ね、本当にやってる、絶対狙い行くと思った今。でも逆にこのインターセプトできるのすげえな。ねえ、これ狙えるんだったら積極的に、うんうんうん、マジでいける、絶対いける。だって今のめっちゃ狙いったからね、横パス。もうジュディがめっちゃ出るもんな。めっちゃ好きな守備の仕方するわ。でもなんかマヤカさんとそう、マヤカさんもやりますもんね、これは。やる、かなり。 あんまいろんな人におすすめはしないけど。まあリスクもありますから、ね、リスク高いから。なんか何もしないとやっぱね、でもうちょい相手上手くなってきたりすると、こっち側から何もかけないとミスしてくんないんだよね、うん、なんかイメージ的になんだけど、こっち側からアクション起こして守備できる方がやっぱ相手もバタバタするかなっていう。
感じがするから、まあ、それ上手ければなおさらっすね。難しいよねその辺は。なんか相手が勝手にミスしてくれる時もあるし、ね、あ、わかる。なんか相手のレベルに合わせてほっといてもミスする人もいるから、うんうん、そうそうそう、そういう時はね、こっちから行くとバランス崩れちゃうから、うん、その辺はなんか相手の強さに合わせても試合中でちょっと調整するというか。確かにこれリーチスケ刺さりそうだわ。刺さりそうだよねリーチのなんか割と決めつけでワンツーとかやってる人に刺さりそう、しようとする人にはなんか刺さりそうな、うん、なんかあの判断だけっすね、本当に。そうだね、行く行かないの、そう、行く行かないの判断だけだと思う。あ、うまいそれあー、いい今のも相手の人の下げます予感すごかったね狙ってましたね、今ちゃんと、ね、狙ってた、ちゃんと狙ってた、ちゃんと狙ってた、今のは逆上げ感がいいかもね、ああいうのちゃんと狙ったり、うん、横パスちゃんとカットしに行ったりとか。これも入んないかな。え入んの今のバツパスかな今の。絶対入んないと思ったんだけど、ね、クルトワだし。クロスではないよな。スルーパスかな、一旦メッシで一番奥狙ってるもん、泣いてない人多分。メッシに合ってます ねえ。スルーパスか。スルーパスだね、多分。ちょっと浮いてるし、バツパスゲージマックス感はないからスルーパス。すごい、これ入るんだ。あれはしょうがないっす。まあね、あこの、うんうん、この視点は本当にしょうがないと思いますわ。マジで気にしないで、うん、どうする。デミデルとメッシュを、そうか、ターゲット入れてからフルで使う。ああ、そういうことね。ちゃんと細かく外すからね、この後半からターゲットも。いや、いい ね考えてるわ。絶対いろんな人とかちゃんと見てるけどそうっすね、ちゃんと意識高い感じの、ね、スパサブ軍団が入ってきましたよ。横パス、横パス、打て、打て、打て、なぜ打てない。うまい、うまい、うまい、もうこの形に なっちゃうよね、ダブルタッチで打とうみたいな。ワンシューでね、打つ癖もつけてほしいな。今俺、ベイエルのとこ左足だけって入ったんじゃないかなって思っちゃうんだよね、うん、やっぱなんか匂わせてやらないのとやる雰囲気がなんか全然違うじゃん全然違う、全然違う、うん。ああ、これもでもちょっと大げさに狙いって気がするんだよね、守備見てて。この前からですかね。いや、この次のプレーぐらいでいいかも。このなんか斜めに出されたスルーパスに対してさ、この次、このパス、メッシのパス。あ、本当だ、狙ってるわ。このパスに対してバツパスを狙いいくんだよね、さっきの傾向として、うん、よく見てますね、今の。いや、今の気づかなかったわ、今のはね。あ、狙いったって思っちゃったね。さすが、これ確かに狙って裏取られてるわ。そう、狙って裏、同じだ、同じこと起こってるんだよ、ここも。ほんとだ、ちょっとピクッて動いてる。前出たじゃん。で、相手の人がそれを見えてやってるわけじゃない、このエールだと、うん、いや、絶対やってない、決めつけでやってる、決めつけで思考停止でスルーパス出してるだけなんだけど、うん、噛み合っちゃってるんだよね、だからこの人とうまく噛み合ってる、うまく噛み合っちゃってる、失点の内容が。うん、わかるわかる。多分相手のレベル上がってくると、あそこは多分バツパス最初狙いたくなると思うんだよね、うんうん、で、あ、読まれてんなで一回キャンセルしてスルーパスの方に切り替えたりとかだと思うんだけど、そういうのはない、この人、対戦相手の人からは。駆け引きじゃなくてもう決めつけでやってるんですね。だからその、ある程度決めつけてやる人に対して、やっぱこの守備の仕方だと、決めつけてる人と試合した時に打て、うまい、お、素晴らしい、リビーチ決まりました。リビーチ行きます、この人は。これはいける、いける。すぐ行けます。これはいける。あそこでワンツーして、あそこにワンシュー蹴れる人、行けます、すぐ。打てんじゃないですか。行けます、すぐ。余裕です。このイメージね。あのイメージあれば、余裕、うん。いや、よかった。ついに決まったわ。あの辺のね、行く行かないの判断しっかりするだけで。ですね。あ、あー、はい、絶対いけるよ。いや、これ絶対いけるわ、絶対いけるよ、これ。マジ絶対いける、これはもういや、これはもう余裕だよ、いけるいける、余裕、マジで余裕、絶対いける。やってることの質が高いです、うん、非常にマニキーしたときに、うまいな、しかも今のマニキーいや、これはいけますね、いけます。いや、でも面白かったこれ。なんなら一番ディビーチの試合っぽかったわ、うん、ちゃんと今までのね、うん、見てる感じね。ほんとね、いろいろできすぎちゃうのが良くないんだろうね、うん、ってことなんかな。スイカースラって横のパス狙ったりとか、うん、あれってでもどう見分ければいいんですかね、行く行かないの判断。俺結構あんま行かないんですよ、俺。確かにあなた我慢できるよね。なんかでも逆に俺この方と違うのは、多分我慢しすぎちゃう時もあるんですよ。
はいはいはい。なんかそこの判断が結構難しいな。俺全く一緒だから守備の仕方。前岡さんは結構行きますもん。だからなんかあそこで極論なんだろうな、あの横のバツパスと三角のパス両方取れる位置。うわー、はいはいはい。でマッチアップしとくのがベストだと思うんだよ。マッチアップ伸びるじゃん足が。うん、今までのウィルだったらさ、入りきらなきゃ取れなかったのが、はい、イーフトになってからさ、入りきるちょっと手前でマッチアップをしとけば足伸ばせになったじゃん。だからそこの距離を掴んで三角と×、はいはいはい、下のパスだったら全部届く範囲に置く意識の方が、ちょっと待って、裏取られたシーンちょっと大事だと思う。なんかね、極端に×パスのところを切るんだよね、全部のシーン。あ、これそうっすね、このシーンとかそうなんだけど、もう××全読みなんだよね、このマッチアップの仕方が。これはもうちょっと後ろにするってことですか、ポジションを。ここで止まっとくべきやと思う。ああ、ここで動かない、そう、もう前に。ここから前にみたいな。そうすると右足で×パス、左足でマッチアップみたいな。ああ、そういうことか。両方、まあフラスル通されたらしょうがない、うん、相手が上手い。これ相手が上手かった。そう、ここでちょっと動いてる、そう、前に出ちゃうことによって左足が出なくなるんだよ、多分距離が離れすぎちゃって。これ出ないわ。そう、うん、ちょっと距離感がボールと離れすぎてます、ね、そうそうそう。だから前半の最初の方にあったじゃん、2つぐらい。これもそうか。そう、これとかも、あ、これはこれとかももう体がそっち向いてっちゃってるじゃん、うん、これも多分この辺でやんわり止まっておけば、バツパス足元もいけるし、スルーパス出された後に自分で反応して下がることもできる。うんうんうん、うん、でも矢印こうなってんだよね、下のあれ見たら分かるんだけど、もう斜め、そう、前に突っ込んじゃってるから、それはもうスルーパス出されたら反応できなくなっちゃうから。うん、だからそういうところのなんか判断というか、マッチアップが結構伸びるっていう、それ前提でもっと守備止めてもいいかもしれない。あ、はい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 。この守備の仕方、今この人のやってる守備の仕方だと後ろに戻っていくことを全く考えてないから、うんうん、前向きで取りに行ってひっくり返されて追いかけてるから絶対間に合わないんだよ。ああ、そういうことね。ああ、はいはいはい。あ、そう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 。ああ、こうなってるってことね。ぐるって回って追いかけようとしてるから、うんうん、それは追いつかないかなっていう。だからある程度自分が下がっていくことを考えながら、ああ、オッケーオッケー、分かった。あ、そう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 、うん、このまま出されても対応できるっすもん、ね、あ、そう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 、うん、普通に。そういうところの感覚の部分かなっていう。あ、なるほどね。もう一個あるじゃん、この後あるある。連チャンであったじゃん、多分そのシーンも両方で取れる位置で止めとくみたいな感覚があれば、だこの辺で止まっとく。あ、そうすると走り出してるスルーパスは多分リュディガの左足、バツパス、これ右で、ま、そう、横パスはバツだったら右足みたいな取れる。あ、なるほどね。フラスル出されたらしょうがないみたいな、なんかそういう守備のゾーンがここかなって、リュディガのこの位置でも、これもうちょい前出てくるじゃん、ここから、ほら、あー出てるね。となっちゃうと三角で出されちゃうから、いや本当だわ。だ前出る守備をガツガツやっていきたいんだったら、その両方の位置というか、なるほどね、掴むのが大事だと思う。俺はこの守備変えないでほしいから、あんまり、うん、やっぱ変えなくていいんだ。変えなくていいと思う、俺はね、うん、そっから変えようとすると結構大変かなって気がするから、だからもうほんと両取りできる位置っていうのを、まあ、そうね、この方に合ってるのは待つってより、なんかちょっとこういうチャレンジした守備の方が合ってそうな気がする。あー、なるほどね。うん、まあでもこの人は行きます。うん、これは行けますよ、うん、だって点取る形あるんだもん、ちゃんとそう、それがね、そう、たまたまじゃないから、あの点の取り方は絶対、うん、ちゃんと 2回やってましたね。2回やったわね、試合中に、うん、で守備のミスもあれ3、4回やったから、この試合だけで、うん、あれなくなるだけで行けますもんね。ほんとあのクルトワが内側に決めた、弾いたぐらいしか失敗してないからね。はしょうがないから、なんならちょっと上まで狙えるぞって言ってから、なんならね、質はかなり良かったですね。良かった、いい回でしたね。という感じで今回の激坂塾はこんな感じで終わりたいと思います。まだまだ激坂塾概要欄からメールアドレスありますので、そちらの方に動画などを送っていただければと思います。ということで今回の激坂塾終わりたいと思います。ありがとうございました。